はいどうも、ケポンです。結構お久しぶりになってしまいました。ということで今日やっていきますのは建築ではありません。少し生産をしていこうかなと思いまして、ゾンビスポナーを見つけたんですね。なので経験値を得るというよりは、腐肉を手に入れるために今日はトラップタワーを作っていきたいと思います。で、経験値を得る必要はないので、自分で叩く部分は作りません今日は。なので腐肉が勝手にチェストに入っていく、そういった装置を作っていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。前回はね、ここノルウェーのベルゲンを、真似したような感じの倉庫群を作りました。で、結構内装とかもでき始めてますが、ある程度出来上がったらまとめて紹介したいと思います。今日はまずは必要な資材を集めていきましょう。では今日用意するものなんですが、道のど真ん中にシュルカーが置いてあります。フレンディアシュルカーナンバー2、これはフレンディアのシュルカーなんですけど、今ほとんどフエル神器に持ってきてしまったんですね。自分のシュルカーはあそこにある青いやつ、それでも足りないぐらいになってしまいました。で、今日はこのシュルカーをちょっと借りていきましょう。で、ここにですね、今日必要なものが少し入ってます。階段、これはですね、下に降りていくために使うものですので、そんなにいらないんですけど、本当は。あとはドロッパー、滑らかな石ハーフブロック。ハーフだったら何でもいいですね。で、ガラスとか鉄を少々。で、ホッパーも適当な数。で、原木とチェスト、でトロッコ、タイマスと。現状ではこんな感じになってますが、必要なものは概要欄に書いておきますので、ぜひそちらをご覧ください。あとはスポナー部屋を囲う石として、自分は今日はマスのある石を使いたいので、何がいいかな、この滑らかな石を使います。滑らかな石はこのように下に敷くとマス目がはっきり分かりますよね。なのでこのマス目が分かる石であれば何でもいいです。ただ実際に作るときは別にどんな石でも構わないので、強度の高い丸石とかの方が実はおすすめだったりします。今日はね、何マスとか数えながらやっていきますので、一番わかりやすいこのマス目がある、滑らかな石を使っていきましょう。じゃあ、あと他に必要な資材をね、今フレンドが持ってきますので、待ってましょう。じゃあ、調達をしてきてくれました。ここに多分入れてくれると思います。結構たくさん持ってきてくれましたね。で、今日一番重要なのはこのマグマブロックになります。今日はね、ゾンビスポナートラップを作るのに、自分で叩くわけではないので、このマグマブロックを使ってゾンビを処理します。そしてそれを、ホッパーで吸い取って、あとはこのソウルサンドの水流エレベーターで上に上げて、それで地上で腐肉を管理すると、そういう装置を作っていきたいんですね。あと他にも足りないものがもろもろあるので、じゃあまずはそれを全部用意して早速ゾンビスポナーの場所へ行きましょう。では物は揃ったので、早速ゾンビスポナーの場所へ行きましょう。ゾンビスポナーの場所はここの、中心街からこのようにメインストリートの方に行きます。で、メインストリートをこの反対側を渡って、あそこにね、怪しい石レンガがありますね。この怪しい石レンガの下の方に行くと、ここにゾンビスポナーがあります。はい、こちらですね。なので、ここにちょっと作業場を設けて、早速作業やっていきましょう。では、まず第一の作業は、ここの作業をする上で、結構ね、上り下りをするので、ここめんどくさいですから、階段にしましょう。そのためだけに階段を用意しました。というわけではないんですけどね。削ってくれてありがとう。はい、ありがとう。こうやって2人で作業すると早いね。で、このように階段ができました。いずれ壊しますけれども、現時点ではこうやって上り下りをしやすくなりましたね。残りの階段はまた後で使います。一旦しまっておきましょう。では、まずスポナートラップを作る、まず第一に、このハーフブロックを取り出します。そしてこのハーフブロックをスポナーブロックの上に置いておきましょう。これを一番最初にやった方がいいです。あとはここを正方形の部屋にしていくだけなんですが、じゃあまずは分かりやすいようにね、ここのスポナーから数えて、1、2、3、4と。こちら側も4マス。で、もちろんこちら側も4マスと。そうすると、一辺がですね、9マスの正方形の部屋ができるはずなので、まずはこれをやっていきましょう。では、これで、9×9 の正方形の部屋が出来上がりました。高さはね、適当で大丈夫です。スポナーのところから数えて、これ今4マスになってます。最初で作るなら、上が2マス空いてれば大丈夫なようなんですが、特にこっちはですね、今掘ってないので、
今回はね、この下の方が大事になってきます。地面はさらに2マス下に掘って大きな部屋にしていきましょう。これね、掘ってる時にスポーナーブロックを間違えて壊さないようにしないと、壊してしまったらそれでアウトです。ではこのようにね、自分がちょうど入れる高さになってますね。これが2マスです。で、今回は説明で分かりやすいようにさらに1マス掘って、ここを滑らかな石に張り替えていきましょう。これ、下がね、要塞なんですね。要塞じゃないや、なんだっけ、これ。廃坑。これ、下が廃坑なんですね。じゃあ、ここに、こうやって、マス目が分かるブロックですね。今回はこの滑らかな石を置いていきます。一応敷き詰めましたが、この入ってきた入り口の方は置かないで置いてますね。これ、水バケツを流すと分かるんですが、ちょうどこうやって水が止まる範囲なんですね。なのでここの滑らかな石を置かなかった反対側から、この水バケツをまず1マス置きにこうやって置いてきます。で、水バケツの中身がなくなったら、この間から水を取って少しずつ水源を増やしていきましょう。で、このように一方的な水の流れができれば大丈夫です。そうするとここまでちょうどね、水流が流れてきているのが分かりますね。そしたらこの、水流の末端のところを1回削ります。で、先ほど余った階段をこのように置いていきますね。で、末端をこのように階段にしておくと、ここで湧いたゾンビがこうやって流れてくるわけなんですが、ここでより落ちやすくなるんですね。で、ここの通路に落とすことで、先ほどのマグマブロックを使って処理する層に運んでいくことになります。処理する層に運ぶためには、ここをさらに2マス掘っていかなきゃいけないですね。完全に廃坑にぶつかってしまったので、この辺はこうやって閉じていきます。これだと3マス落ちたことになるんで、もう一度開けとこうかな。それでは今のうちにもう一度このバケツに水を汲んでおきましょう。そしたら今度はこの水流が流れている方向を見て、ちょうど真ん中ですね。で、ここを落ちてこの真ん中を掘りましょう。このように2マス掘って3マス目で止めます。なのでこのように落ちてきたら、ここの通路に入って、ここの 2×3 のこの部屋にゾンビが入り込んでしまうわけですね。なのでこうやって天井も閉じておきましょう。はい、で、ここで登場するのがマグマブロックです。で、このマグマブロックをこうやって部屋の床にしていきます。で、自分でもこうやってダメージを食らうので、その場合はこうやってスニークして入ればダメージは受けません。では、うまくここに流れていくようにやっていきましょう。では、このゲートをどこに置くかというと、このマグマブロックの入り口の部分ですね。この入り口のここの通路に置いてしまうとダメなので、この入り口の一番最初のマグマブロックのところに置いて開いておきましょう。そしてこの通路の端と端に水バケツを流せばわかりますが、ここで自分は今何もボタンを押してませんが流れてます。で、このようにしてゾンビも入っていくわけですね。多分ゾンビはこの中で暴れると思うので、ここに複数のゾンビが集まって、ここで処理をされるわけです。一旦ややこしいので、ここの水流は一回回収しておきましょう。で、明かりもちゃんと取っておきます。スポーナーについている明かりを取ってしまうと、早速湧いてしまいますので、あれは一番最後に取りましょう。では、この荷物を持って次は、マグマブロックのちょうど真下に移動します。マグマブロックはだいたいこの辺なんで、適当に多分ここを穴掘れば、先ほどの廃坑にぶつかりますね。ぶつかりますね。ただこれじゃ登れないので、はしごでも敷いておこうかな。じゃ、まずはこのマグマブロックを露出させましょう。おうおうおう。これは完全に廃坑の道のところに出てしまいましたね。ちょっとそろそろゴミが多くなってきたので、チェストを作っとこうかな。まあ、ゴミではないんだけど、もう使わないので、この辺はゴミです。では、このようにね、マグマブロックがあらわになりましたので、ここに回収機構を作っていきましょう。では、ここのマグマブロックの下に先ほどの滑らかな石をこのように置きます。そして、このように線路を一周させて、で、この壁側の方の線路を一個壊して、ここは加速レールにしておきましょう。で、この持ってきたレッドストーンパウダーを使って、松明を一個作って、そしてここの壁に、レッドストーンの松明を置いておくと、ここの加速レールがオンになります。あらかじめトロッコとホッパーを用意してあったので、このトロッコとホッパーを使うと、ホッパー付きトロッコと、まあ単純ですが、このようなものが作れるんですね。一旦ここの石を掘って線路ごと取りまして、ここにドロッパーを置いときましょう。そして、後ろ側から回って、ホッパーを取り付けて、
そして線路をここに戻します。ホッパーの上に線路を置く場合はスニークしておきましょう。そしてホッパー付きトロッコをここに置いておきます。これで何が起こるかというと、上で死んだゾンビが腐肉を落としますよね。でその落とした腐肉がここのホッパー付きトロッコに入りまして、そしてこのホッパー付きトロッコがこのホッパーの上を通るたびにここのドロッパーに物を移してくれます。そしてドロッパーがその腐肉を吐き出してくれますので、その先に上に登る水流エレベーターを作っておけば地上に腐肉を運べると、そういう感じです。それでこのドロッパーを動作させるのにこのコンパレーターを使います。コンパレーターはチェストとかドロッパーのように中に物が入るものの中のものを検知する、まあそういう装置なんですね。なので試しに何か入れてみましょう。今松明を入れたんですが光りましたよね。中に入ってるよってお知らせをしてくれています。ただ信号がねすごく微弱なので、ここに反復装置、まあ、要するにリピーターを置いてあげると、その信号がまた強化されて、このリピーターから隣から数えて15マスまで、レッドストーンの信号を伸ばすことができます。でここの部分がエレベーターになるので、ぐるっと回ってまたドロッパーに信号を送ってあげれば、この中に入っているものが吐き出されるわけなんですが、じゃあこのように回していきましょう。ではこの状態でできるかどうか試してみましょう。じゃあ松明を1本入れてみます。吐き出されましたね。ただしこれだと非常に問題点があります。例えばこのスタックされたものを入れるとこのように詰まってしまうんですね。これを解消しなきゃいけません。これを解消するには実はスペースが足りないので、実はドロッパーの位置から置き直す必要があります。一回この辺を全部壊しましょう。なのでドロッパーはここだったんですが、一個こちら側に持ってきてホッパーを増やします。その上で先ほどのように作っていきましょう。どのように解消するかというと、実は簡単なんですね。このリピーターから出る信号を今度はこのコンパレーターに戻してあげるだけです。そうするとクロック回路というのが出来上がりまして、そうするとこのようにスタックしたものでも連続で入るようになりますので、ここにアイテムが詰まることがなくなると、おまけに出てくるスピードも少し速くなるんですよね。こうするとではこれでうまくできましたので、あとは水流エレベーターをこのように上に作っていくだけになります。ドロッパーのここの部分を1マス掘っておきましょう。ここにソウルサンドを突っ込むんですが、ソウルサンドを突っ込むのは一番最後です。なのでまずはこのようにガラスで筒を作って、これを持ってきたい高さまで上に作っていきましょう。で今回は完全に地上に持っていくのではなくて、この上に建物を作ってその地下の部屋に持っていくぐらいの高さにしておきたいんですね。なので地下室がないと始まりませんので、まずはその地下室を先に作っていきましょう。はい、では地上の、まあ、少し下に部屋を作ってきましたので、まあ、その部屋にまずは行きましょう。まあ、こうやって水が通る場所に、足場ブロックを今は置いてます。でこうやって登っていくとその部屋があるんですが、まあ、簡易的にこういう感じで作っています。でそのうちこの地上に建物を作って、その建物の地下室になるというような感じですね。なのでここまで腐肉が上がってくればいいと、まあ、そのように作っていきましょう。まずはこの足場ブロックを破壊します。でまずはこの穴に水を置いて昆布を植えておきましょう。そしてこの用意してもらった骨ブロックを骨粉に分解します。で骨粉があまりない人は、まあ、このようにワンスタックぐらい昆布を集めてくれば、昆布をね直接伸ばせば大丈夫です。とにかくここを水にしてから昆布を生やすこと、それをまず先にやらなきゃいけないんですね。でまずはこれを閉じておきましょう。なぜこの昆布が必要かというと、水をこのように上から流してあげます。どこだ、ここか。そうするとこの置いたところだけが水源になりまして、あとはこの下は全部水流になってしまうんですね。なのでこの水流になってしまった部分は昆布が生えれば水源に変わりますので、そのために昆布を生やしていきたいと思います。ではこのように昆布が生えましたが、水源になったことでこのようにね
水が漏れてしまいましたので、じゃあここをまずは閉じましょう。一旦ここにボタンを置いてせき止めましょう。おっと、ゾンビが湧いていた。そしてこの昆布も地上まで掘っちゃった分、これはいらないので、ここはもう閉じてしまいましょう。それでは昆布を破壊していきます。このように掘って昆布を破壊して、でここにソウルサンドを置きましょう。そうするとこの泡が出ますので、これでね、上昇する水流エレベーターの完成です。で多分ここにこのように腐肉が上がってきますので、ここで腐肉がチェストに入るようにしたいわけです。なのでまずはこの末端のチェストの位置を決めまして、でポッパーを置いてチェストを置く、まあ、このようにね、階段のチェストをまずは作っていきます。じゃあまずはここのボタンを1個壊して、ポッパーを代わりに置いてあげましょう。置けない、置けた。でここをもう一つ掘ります。で多分これでも大丈夫だと思うんですが、ここにももう一つ水を置いてあげましょうか。ではここに水を置いてすぐに閉じましょう。これでね、おそらく入ってくるはずです。ここもね、かっこ悪いのでボタンを取って石レンガにしておきましょう。それでは下の松明を取ったりとか、あとはトロッコを動かしたりとかして、実際にここに物が上がってくるか確認してみましょうか。それではまずはこのトロッコを動かします。でトロッコが動いたら次はスポナーですね。このスポナーの松明を全部取っ払います。で一目散に逃げます。すっかり忘れてましたね、ここね、両端水を流さなきゃ意味がない。これで OK、 じゃあこれ閉じちゃおう。今上で処理されてますね。でこの処理された時にドロップした腐肉がここのトロッパーに入れば成功です。お、行きましたね。めちゃくちゃうるさいなこれ。あとはあの腐肉がここの一番下のチェストまで来ていれば成功です。来てますね、これで OK だ。それでは今回の動画は以上です。ちょっと後ろがうるさくて申し訳ないんですが、まあ、このスポナートラップの地上には腐肉屋さんということで、まあそのうちね、建物を建てていきたいと思っています。どうぞご期待ください。あとは Twitter のフォローとチャンネル登録と、あとは高評価お願いします。そしてあとはコメントをいただけると嬉しいですね。まあ、コメントをいただくとね、ケイポンのモチベーションアップにつながりますので、まあその分面白い動画を作る、まあ意欲につながっていきます。ぜひコメントを残していってください。よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。